体を振り返ってみていかがでしょうか。はい、まあ、今回のこの2戦は本当に自分たちのにとってもすごく大事な2試合になるんですけど、まあ、こういう今難しい状況の中でも、今回の関係者の皆さんがしっかり感染対策をしてこのように試合を開催していただけて、はい、感謝の気持ちです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2セット目をはじめとして PFU は得点が輝いていましたが、本日の試合でトス回しで高原選手が工夫された点はありますか。自分のやるべきことをしっかりやろうと思ってやってたんですけど、やっぱり、まあ、言えないんですけどチームの決まり事っていう部分がちょっと今回の試合ではなんかうまくいかなかった部分はあったので、しっかりそれを明日に修正して、はい、やっていきたいと思います。ぜひ明日も頑張ってください。それでは最後に VTV をご覧の皆さんに一言お願いいたします。画面越しでの応援ありがとうございます。はい、明日も PFU らしくしっかりバレーボールを楽しんで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。高原選手ありがとうございました。明日も頑張ってください。ありがとうございます。